頑張ってください。行ってみましょうね。こんにちは、プライムビデオ WBC 解説の福留孝介です。今日は、宮崎で行われている WBC 日本代表の合宿初日に、やってきました。チームの雰囲気や各選手の仕上がり、そういったものを少しでも近くで伝えられるように取材をしていきたいと思います。それでは行ってきます。ここ今、こっち今ちょっとサブグラウンドなんですけど、ここで今投手だけゆっくりとキャッチボールやって、それからブルペンに入ってピッチングをしたりとか、そういう準備をする場所、このサブグラウンドのピッチャーが。ここもう、ここにいるんだから投手だけですね。ブルペン見ますか。見ましょう。見ますか。初日なんでね、今投げた今日、栗林選手と松井選手、日を追っていってどんどんボールに慣れていくっていうことになるんじゃないのかなと思いますけどね。多分向こうでなんかあのバッティングもなんかするらしいですよ。第1回の時にここで一番最初に行く野手はここでキャッチボールするわけです。その時に僕キャッチボールって始めますって言ったら、僕の相手がイチローさんだったんです。5球ぐらい投げる間にこのイチローさんがね、もうベースを越えて向こうまで行くから、ものすごい速いペースでイチローさんが下がっていって、俺肩痛めたの覚えてます。やっぱり村上選手とかね、岡本、山川選手、やっぱホームラン大きいの打てる選手っていうのを今どういう状態なんかなと思って見てましたけど、自分が気をつけなきゃいけない、気にしなきゃいけない、今チェックポイントを一つ一つ確認しながらあのバッティング練習をしてる、あの本当にバランスよく振ってたと思います。あの結構みんなしっかりとボッと振れてるんで、あの監督もちょっと安心して見てましたし、であとはだからピッチャーでダルビッシュ投手、大谷投手がどこまで投げてくれるかなっていうのを、まあ、そういう話をしながら見てましたね。こんだけの選手が揃ってる、やっぱその普段、ね、のチーム、いろんなプロ野球のチームがある、その中の代表選手たちが揃ってるこの迫力とかね、やっぱそういうのってやっぱり普段見てるのと多分違うと思うし、やっぱ楽しみがあると思うね、ワクワク感っていうのはね、そういうのを僕楽しんでほしいなと思う。今日一日 WBC 日本代表の合宿をちょっと見てきました。まあ、初日なのでもう少しゆっくりするのかなと思ってましたけど、すごくいい雰囲気で、練習をしてたので楽しみが一つできたなと思いながら、見てます。で、あの本当にたくさんの方にね、この WBC を見ていただいて、応援していただければなと思いますし、 WBC 開幕まで本当にもう少しなので、またあのプライムビデオで一緒に皆さん WBC を見て応援しましょう。